賞金女王決定戦は女性のボートレーサーによるボートレースの GI 競争の一つ。2011年1月31日に発表された平成24年度以降のレース体系見直しの中で開催が明らかになった。女子ボートレーサーのみによって争われる G1 競争としては女子大座決定戦競争に次ぐ二つ目の競争となる。同月には 賞金王決定戦競争が開催されることもあり、女性版グランプリとも言われる。ボートレースの SGG1 競争が新設されるのは2000年に名人戦競争が誕生して以来12年ぶりで21世紀に入ってからは初めてとなった。2014年の墨の江開催分より東京層の通称名称をクイーンズクライマックスとするとともにプレミアム GI2 という格付けとなった。 さらに、大会日程も大晦日決勝となった。開催日程や節の構成は、かつての賞金王決定戦競争にファンを取っており、賞金女王決定戦と賞金女王シリーズ戦が並行して開催される。女子レーサーが対象となる。第1選考と第2選考を合わせた54名のうち、第2選考の選考期間内における獲得賞金ランク上位12名が、 賞金女王決定戦に、それ以外が賞金女王シリーズ戦に出場する。賞金女王決定戦賞金女王決定戦は、シリーズ戦の3日目より開幕し、4日間の日程で開催される。各選手が1日1レース、3日間のドライアル競争を行い、得点上位6名が最終日、第12競争で行われる、賞金女王決定戦へ進出し、 残りの6選手は最終日第10競争で行われる順位決定戦に回る。賞金女王決定戦はトライアル競争の結果により枠番が決められ実施される。なお、詳細については下記を参照のこと。トライアル1層目は獲得賞金ランキングによって組の振り分けや枠番を決定。2層目と3層目は前層の着順により各組に振り分けられ。 枠番は抽選により決定する。なお、A 組、B 組のレース順は各開催協定上の番組編成員が決定する。トライアル競争の点数は下記の表により算出する。最終日の編成は下記の表をもってトライアル競争の結果により決定する。使用するモーターは開催場が所有する勝率上位のものや、 専門紙やスポーツ新聞の記者が推薦する12機が用意され、エンジンとボートの抽選は一般のファンにも公開される。賞金女王シリーズ1042名の女子レーサーによって、通常の女子リーグ戦と同様に6日間の日程で開催。4日間の予選、及び3日目、4日目の第1競争から第10競争を経て5日目の 第8競争から第10競争に準優勝戦、最終日の第11競争に優勝戦が行われる。優勝すると、翌年の夏に開催される女子、大酒定戦競争への優先出走権が与えられる。賞金女王シリーズ戦は2014年まで一般競争であったが、2015年よりオールレディス戦と同じく議員競争として開催している。この時、 出場資格の基準を当該年1月1日を期算日とし、レディースチャレンジカップ最終日までにおける賞金上決定戦進出の12名以外の獲得賞金額上位選手に改められた。ただし、一般戦時代でも他の一般戦とは異なり、ファンファーレは女子リーグ戦、女子王座決定戦、賞金上決定戦と同じものを使用していた。 賞金女王決定戦の優勝選手には、優勝賞金1500万円のほか、以下の賞品が贈られる。出展は、ボートレースオフィシャルウェブサイトにある、クイーンズクライマックスの各回ページより、2020年は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、開催地、浜名湖協定場が立地する静岡県及び、愛知県、三重県、 岐阜県の在住者を対象とした事前抽選による入場制限を実施。ありがとうございます。